皆さんどうも、霊夢よ。皆さんどうも、マリサだぜ。2024年7月18日、ここは阪和線の熊取駅。今の時刻は、夜の19時15分くらいね。お、今回は久しぶりの阪和線関連の動画なのか。で、この熊取から、一体何に乗って、どこへ行くつもりなんだ？これから、熊取19時30分発の普通天王寺行きを、終点の天王寺まで乗り通していこうかなと思うんだけど、どうやらこの時間帯の普通列車、終点までに、かなりの列車に抜かれてしまうらしいの。まあ、夕ラッシュの時間帯真っ最中だから。関空奇襲時快速や特急に加えて、ただの快速も走ってるもんな。ってことで今回は久しぶりの検証企画。夜の熊取発天王寺行きの普通列車は、終点までに何本の列車に抜かれるのか。こちらの検証をやっていこうと思うわよ。なるほど。何本の列車に抜かれるのかっていう検証か。以前、大鳥始発の普通で似たような企画をやった覚えがあるけど、今から乗るのは、熊取始発だから、どう結果が変わるのか、楽しみなんだぜ。早速、これから乗っていく普通列車が入線してきたわね。この時間帯となると、大半がこの5100番台の6両編成だよな。しかも運よく、今回乗車するのは、おなじみの5107編成みたいね。本当だな。阪和線普通の動画、この車両で行くことが非常に多い気がするぜ。もしかして、主さん、狙ってるのか？19時30分、ドアが閉まって、早速熊取を発車。ここから、何本抜かれるのか？の検証が始まるんだな。終点の天王寺到着は20時57分。1時間27分の乗車時間の間に、一体何本もの列車に抜かれるのかしら。この電車は、普通天王寺行きです。やっぱりこの時間帯で、6両編成ともなると、この辺りの区間では、車内は非常に空いてる印象だぜ。そうね。見た感じ、今乗っている先頭車両には、3人くらいしか乗ってないわ。まあ、その方がゆったり乗っていけるから、ありがたいんだけどな。熊取から9分、東岸和田に到着。この駅で、後続の関空奇襲時快速、さらに後続の快速を待つため、19時50分まで、約11分間停車するの。いきなり11分も止まるのか？いくらなんでも止まりすぎな気がするんだぜ。てか、快速2本の対比だけで、こんなに止まるなんて、おかしくないか？そう、なぜかこの時間帯の天王寺行きの普通列車は、この東岸和田で、10分ほど停車することが多いの。これは一体どういうことなんだろうな？関空奇襲時快速と快速の間に、特急列車でもあるんだろうか？あ、この時間ってことは、多分ウエストエクスプレス銀座かも。多分運行日は、このタイミングで銀座が通過するってこと。ああ、なるほど。確かに銀座ってこの時間帯だもんな。可能性的には十分あり得るんだぜ。今日は走ってないみたいだが。19時50分、11分もの長時間待避を終え、ようやく東岸和田を発車。銀座の運行がなかったから、この時点で抜かれた数は2本だぜ。さて、今乗っているのは、普通列車の天王寺行き。この先、終点の天王寺まで、各駅に停車していくの。日中時間帯は、大鳥発着になる、天王寺行きの普通列車も。朝や夕方から夜にかけての時間帯は、熊取や姫の発着になるんだよな。普通列車ということで、どうしても快速や特急などの優等種別が優先されるんだけど、この時間帯は、そのような列車が多いから、どうしても待避が多くなってしまうのよね。まあ、この阪和線では、快速列車が重宝されてるから。普通列車が、少し遅くなってしまうのは、仕方ないのかもしれないぜ。
話をしてたら、熊取から27分、出水府中に到着。ここでは、後続の紀州路快速と接続するため、7分ほど止まるわ。東岸和田であんなに長い時間停車してたのに。ここでもまあまあ止まるんだな。あれからまだたった3駅しか進んでないぜ。7分後の20時4分、シレット特急はるかにも抜かれて、出水府中を発車。ここまでで抜かれた数は、4本になったな。さて、なぜ今回、いつもの長居で降りようとせずに、天王寺まで、ひたすら阪和線の普通列車を乗り通そうと考えたと思う？確かに、そう言われてみれば、長居で降りるとは言ってないんだぜ。一体どうしてなんだ？実は今日2024年7月18日をもって、阪和線の前身となる。阪和電気鉄道の、阪和天王寺から出水府中間の開業から、ちょうど95年目を迎えるの。あ、そうか。今日で阪和線が実質95周年になるんだったな。今回の検証企画は、そのお祝い乗車も兼ねてるってわけ。なるほど。そういうことだったか。阪和線の記念すべき95周年の日、なんだかおめでたいんだぜ。阪和線95周年の話題につけていたら、熊取から42分、いつの間にか大鳥に到着。この駅では、後続の快速と接続するから、5分くらい止まるわね。東岸和田、出水府中に続き、この駅でも優等列車との接続があるのか。この時点で、抜かれた本数は4本。終点まで一体何本の列車に抜かれるんだ？ちなみにこの駅で接続する快速列車なんだけど、実は、5100番台の限定運用同士で組まれた運用なのよね。つまり、異常時以外は、基本的に5100番台同士で走るってことか。そういうこと。その快速の対比を終えると、20時17分、大鳥を発車。ここまでの47分間で、すでに5本の列車に抜かれたんだぜ。今日も JR 西日本をご利用くださいまして、ありがとうございます。普通電車、天王寺行きです。上野芝、上野芝です。続いて熊取から51分、上野芝に到着。この駅でも、後ろから来る関空紀州路快速に抜かされるの。さっきの大鳥から2駅しか進んでないのに、ここでまた列車に抜かされるのか。いくらなんでも、そろそろ抜かされすぎな気がしてくるぜ。5分の停車を終え、20時26分、上野芝を発車。この時点で抜かされた本数は6本。以前の大鳥発の記録を軽々しく抜いていったな。熊取からちょうど1時間、20時30分、三国ヶ丘に到着。あれ、この時間って、ちょうど出水中央からの準急が来る時間じゃないか。そう。この時間帯の普通列車は、たまに主さんの帰宅電になることがあるわね。いつの間にか、もうそんな時間になってたのか。熊取から1時間6分、杉本町に到着。この感じだと、またこの駅でも。その通り、この杉本町では、快速列車と特急列車の2本に抜かれるの。出ました。また2本連続対比。もう、一体何本の列車に抜かれたら気が済むんだよ。20時42分、また7分もの対比を終え、杉本町を発車。これで抜かれた本数は、ついに8本になったんだぜ。そして熊取から1時間16分、20時46分、やっと長居に到着。早朝の下り普通は、1時間足らずで熊取まで行くのに対して、この列車は1時間16分もかけて、ここまで来るんだな。で、熊取から1時間18分、お隣の鶴ヶ丘で、またもや対比線へ。まだ通過待ちする気なのか？ここでは何本待つんだよ？
この駅では、後続の関空奇襲時快速を先行させるだけみたいね。だから、3分ほど停車するわ。これで抜かれた本数は9本になったんだぜ。そして3分の待避を終えて、20時51分、鶴岡を発車。実はこの鶴岡を出ると、終点の天王寺まで、もう待避可能な駅がないの。だから、何本に抜かれるのかっていう検証もここまでね。結果としては、抜かれた本数は9本。この結果から、この列車が熊取から天王寺まで行くのにかかる時間は1時間27分だけど、その3分の1は、待避の時間ということになるわね。3割は通過待ちか接続待ちしてるって、正直とんでもないぜ。さて、熊取から1時間27分、20時57分、ようやく終点の天王寺に到着。恐ろしいほどの待避の連続で、かなり時間がかかったように感じるな。乗ってきた5107編成は、折り返し普通列車の姫野駅となるわ。熊取始発できたけど、今度は一駅先の姫野まで折り返すんだな。ということで今回は、あまりにも他の列車に抜かれすぎな。夜に運転される、普通天王寺行きに乗ってきたわ。この時間帯の上り普通列車は、途中での待避がかなり多くて、快速の合間を縫って走る接続列車としての役割が強いの。この列車の場合、途中駅で4本の快速列車と接続するから、それを知っておくと、乗り換えの際に便利かもしれないわ。今回は、夜に走ってる普通天王寺行きを全区間乗り通してみたんだが、これは、あまりにも途中で抜かれすぎな気がするぜ。やっぱりこの時間帯は、快速列車の方が、明らかに重宝されるんだろうな。改めて、阪和線開業95周年。おめでとうだぜ。これからも、大阪と和歌山をつなぐ重要な架け橋として、活躍していってほしいものね。そうだな。阪和線、これからもよろしくなんだぜ。ってことで今回の動画はここまで。この動画が良かったら、チャンネル登録や高評価をお願いするぜ。最後まで見てくれてありがとうね。ありがとうな。